でかくね。え、待って。やばいかも。こんにちは、ママツインズでーす。今日の企画は、パイナップルの飾り拭きやってみよう。フルーツ全く関係ないんだけど、私、プチトマトが大好きで、ちっちゃい頃、バイキングでプチトマトめっちゃ食べれるじゃん。プチトマトも100個ぐらい、他のやつ何も食べずにプチトマトだけ食べて、鼻血出たことある。もともと鼻血出やすくって、あれはもはやトマトが出てた。まあそんな感じで、はい、今から市場に行きたいと思いまーす。レッツゴー！バナナ、バナナ、バナナ。めちゃくちゃでかいバナナ。50バーツで発見。生鮮市場に着きました。スイカとかパイナップル見ていこうか。パイナップル。パイナップル。パイナポーパイナポーでかくね。でかい。キモい。妹が剥きます。私はこのクソデカバナナを剥いていきます。すごい、すごい、おいしそう、おいしそう。今回ね、このバナナの飾り剥きに関しては、パイナップルの飾り剥き、違う、パイナップルの飾り剥きに関しては3回目、もう集大成として、大成功だよ。そう、もうね、絶対に何回もね、研究を重ねてこの綺麗なパイナップルの剥き方の練習をしてきたので、今回こそはお願いします。お願いします。今日もね、オンヌットの市場で見てきたからね、私は本場の人のパイナップルの剥きを。この前結構ね、いい線いってたから。いい線いってたよね、うん、絶対ね、絶対いける、いける。タイのフルーツで一番好きなの何？なんだろう。アイはね、マンゴー。あ、マンゴー、私もマンゴー好き。美味しいね、やっぱりマンゴーはね。バナナ？バナナはもうなんかね、バナナはもう生活の一部だよね。うん、普通の感じはさ、守っていかないとみたいな感じだったよね。螺旋大事だった、螺旋大事だったよね。え、でもこのさ、ビジュアルがさ、やられたよね。ビジュアルが強いよね。強いよね。果たして甘いのかどうかもよくわからない。甘いでしょ。1個くらい食べてみる。食べたい。食べたいよね。うん、美味しいけど、先週ぐらい日本に帰ってて、マスカット食べたじゃん。マスカット食べたんだよ。美味しかった。シャインマスカットね、それだけはもうね、日本最高、最高。すごい、なんかヘタの方ですごい、やばいかも。切り落としちゃいけないとこ切り落としちゃいます。川は白い。まあ、ここら辺がわかんないな。ここで頑張る。甘酸っぱくて、初恋の味。初恋の味って何やね。まず、例のよ。え、待って、できた。やばい、すごい。え、すごい。待って、こんなベタベタ触ってよくないんだろうけどさ、すごい、すごい、できました。くるくるー、やればできるってことで完成。乾杯したいと思うので、うん、切ってきまーす。切ってきまーす。美しくない？すごくない？やばいよ。だってこれ売り物のやつじゃん。もうね、これね、200円で売ってます、うん。じゃあ食べたいと思いまーす。いただきまーす。ゲッケービー。
甘い。甘くて美味しい。タイのパイナップルって甘いよね。甘い、本当に。パイナップル、美味しいな、美味しいな。バナナー、バナナー、でかでか、いただきます。もっちもちしてんじゃん。犬が遠くから聞こえるんだけど、タイのバナナってさ、何種類ぐらいあるんだろうかって。確かにこのバナナがあんまり甘くないバナナかもしんないじゃん。あ、揚げバナナよ。なんかそんな感じ。多分私たちが今回買ったやつがクルアイハックムックっていうバナナなんですけど、今調べたら非常に短いバナナで水分が多く生食には向きません。でも焼くとクリーム状になるから焼きバナナに使えるみたい。あんまり美味しくないもん。タイは暑いからさ、この前日本帰ってもう秋だなと思ったけど、やっぱりフルーツ食べて体冷ますのすごい大事だね。うん、エアコンつけててもちょっと暑い。うん、パイナップルとか食べて夏を感じるのはいいね。楽しいよね。結構ね、お腹いっぱいになる。でかかったからね。パイナップル屋さんになれるんじゃない？なりたい、なりたい。今日ね、やってみてすごく手応えを感じたのよね、将来に。日本でこの剥き方できる人多分いないから、日本でパイナップル屋さんやったらどうかな。パイナップルオンリー、オンリー。タイですらパイナップル屋さんいないよ。だけどパイナップルオンリーでやるらしいので応援お願いします。ぜひボックしたら足を運んでください。ラスト一口、見えるかな。甘い、冷たい。ごちそうさまでした。今度は食べたことないフルーツいっぱいあるから、フルーツバーって並べてね食べたいと思います。これからもいろんな動画をアップしていこうと思うので、ぜひぜひリクエストがあったらコメントしてほしいです。はい、チャンネル登録の方もしていただけるとありがたいです。今日も双子に会いに来てくれてありがとうございました。ありがとう。せーの、ママンツインズでした。